います。はい。ということでですね、このステージはこの後、英語で学ぶコンピューターサイエンス、こちらを、英語で学ぶコンピューターサイエンスを開催します。ここからのステージではですね、コンピューターサイエンスを英語で学ぶという、普段ではなかなかできない、体験を通じて、新たなことに挑戦し、学ぶ楽しさを知っていただこうという、そういうステージでございます。実際にね、はい、なんか、ちょっとこう聞くと難しい感じはするんですけど、そうなんですよね、皆さんと一緒に体験していただきながら、はい、ちょっと学んでいこうということで、はい、身近に感じていただこうと、はい、思います。はい、それでは、もう一人、まず、お一人、先生に登場していただきましょう。はい。Google の先ほどもご紹介ありました。Google のエンジニアをされております、ケンジ先生です。こんにちは。ケンジ先生、聞こえますか？すぐ出る。ケンジ先生、声が聞こえた。ケンジ先生、聞こえますか？ケンジ先生、どこ？ケンジ先生がいる。あ、来た。おー、ケンジ先生見えます。はい、こんにちは。こんにちは。ケンジさん、なんか後ろかっこいいけど、どこですか、これ。これ、シアトルってわかりますかね？シアトル。アメリカのね、西海岸の方で、ちょっと北の方なんです。まあ、今はちょうどね、日本よりも涼しいんですよ。冬はちょっと雪も降るんだけど、なかなか場所がいいとこですよね。そうですね。はい。今、20度、21度ぐらいです。うわ、あ、ちょうどいい。ちょうどいい。ね。過ごしやすいですね。夏は、すごい、過ごしやすいんで、皆さん来てください。あ、そうですか。はい。行ってみたいですね。なんか、いろんな会社で働いたって聞きましたけど、どういう会社でこれまで働いてきたんですか？一応、Google、アマゾンが最初、アマゾン。最初。次が？その後、Google に移って、Google。その後、Facebook に移って。Facebook？ すごいですね。で、また最近、Google に戻ってきた。Google に戻ってきた。アメリカってこういうことあるんですよね。何年か越しにね、ほとんど回っていって、また戻ってくるのがありなんですね。そうなんですね。そんなことあるんですね。そうやってね、自分のキャリアをこうブラッシュアップされているっていうね。で、今聞いた会社名、知らないお子さんもいると思いますけど、超有名です。世界のトップトップトップレベルの会社に働いた人が、なんと熊本出身なんです。そうなんですよね。はい。熊本電波光線情報工学科を卒業されてるんですよね。はい。で、また、96年に九州大学の工学部に、工学部で修士を修了されて、で、2004年にカナダのカールトン大学で博士を取得されているということです。すごい経歴の方ですね。すごいですよね。はい。大したことないです。大したことない。いや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 。自慢してください。はい。さあ、そしてですね、ケンジさんに加えまして、はい、今日は熊本からの中継をこちらで行っていただきます。はい、熊本 LR ネットの村島さんと、はい、それから中野さんにもお越しいただきました。はい、じゃあ、どうも。よろしくお願いします。熊本 LR ネットの村島です。はい、それから、うちの、NPO の、はい、理事をやってもらってます、はい、中野先生です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速、その熊本 LR ネットというのがどういうものなのか紹介していただけますか？はい、NPO 法人でもう10年以上やってるんですが、はい、こういう子供たち向けに IT を教える活動であるとか、はい、それから、まあ、今日のようなコンピューターサイエンスをシアトルと一緒に、まあ、熊本側でやってる団体になってます。ああ、なるほど。はい。そして、今日は、そして熊本市少年少女発明クラブの菊池さんにもお手伝いいただきたいと思います。はい、ごめんなさい、忙しかったですね。走ってもらいました。はい、よろしくお願いします。皆さん、ご来場ありがとうございます。はい、私、熊本市少年少女発明クラブの菊池と申します。熊本少年少女発明クラブは、熊本県で2番目に、今年4月に、できました。まあ、今年はですね、毎月1回、崇城大学でやっておりまして、はい、いろいろ電子工作だったりとか、木工だったりとか、あとプログラミングとかですね、いろいろやっております。今はもう定員いっぱいですので、申し込みはできませんけど、また来年からは、まあ、毎月2回ということで、東城大学さんでやります。はい。まあ、今年の2月ぐらいにまた生徒募集をかけたいと思いますので、どうぞご興味があればよろしくお願いします。よろしくお願いします。菊池さんはどちらのブースにいらっしゃるんですか？私は隣の、はい、コンピュータサイエンスにいますので、はい、隣のブースに、ね、ご興味があればよろしくお願いします。はい、ぜひ声かけてみてください。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは皆さん、これから、授業の方よろしくお願いいたします。お願いします。ケンジ先生と今日一緒にですね、
授業やってもらう、はい、マリオさんもちょっと紹介してください、ケンチ先生。マリオ、so please introduce yourself. Mario, let's introduce in English. Oh, hi. Hi, how are you? Mario. All right. I'm a software engineer at Microsoft. Means making good money, right? making money. Microsoft で働いてるんですね。マイクロソフトも超有名な会社ですよ。もうシアトルが誇る世界企業ですからね。はい、彼はバイリンガルで、日本語も英語ももう完璧で。あの日系の方ってことですか？あ、そうなんですね。両親が日本人です。両親日本人だけど、そっちで生まれたのかな？そうなんですね。All right。マリオ君はこれから手伝ってくれるらしいですよ。はい。よろしくお願いします。